青山学院大陸上競技部長、距離ブロックの原新監督が21日までに X を更新。パリ五輪の体操女子日本代表主将の宮田翔子、順天堂大が喫煙と飲酒による代表行動規範違反があったとして、代表を辞退した問題について、そもそもなぜ飲酒、喫煙に至ったのか、その背景を知りたいなと思いを記した。日本体操協会の行動規範では、日本代表チームとしてのの活動の場所において、 20歳以上であっても原則的に喫煙は禁止2016年度から数年かけて段階的に全面禁止とする20歳以上であっても飲酒は禁止と規定している教会によると15日に内部通報で田中光女子教科本部長に情報提供があり事前合宿先のモナコにいた宮田に一時帰国を指示帰国後に聞き取り調査を行い判明したという自身も学生を指導する立場の原監督は体操界の問題大学体育会の問題 友人関係果たして個人だけの問題なんだろうかと投げかけるように綴った。指導者としては、そもそもの原因がわからないと自ら指導している立場としてはどうすべきかがわからないと思います。宮田翔子さんを責めるのではなく原因は何だったのかは把握し、体操会の指導者へは共有すべきだと私は思います。ご視聴ありがとうございました。どこまで世間に公表されるかはわかりませんが、分かり次第アップしていきます。ではまた。